実力、スプラトゥーンナンバーワンのニューと言います。こちらの方の、先ほど、オープンで、購入した試合なんで、負けの試合の、コーチングしたいと思います。その中で一番成績がなんか悪かった人のチョイスをしたいと思います。まあ、初見なので、この人は本当に負け試合の先輩かどうかちょっとわかりませんけど、とりあえず5のゴールだったんで、とりあえず見ていきたいと思います。筆はなかなか難しいので、なんかいい成績は残しませんけど、一番よく使ってないですね。使ってみて、まあ一生懸命やればまあ10は取れますけど、なかなか難しいですよね。正直。一生懸命やって、なんかようやくなんか、このように一生懸命振ってやっつけようと思ってもどうしても立ち止まってやられちゃう可能性があるんですよね。今のは天然なのかわざとわかんないですけど、かなり踏み込んで前に出ていかないとやれないので、その感覚が相当積んでないとやられちゃうんですよね。もしもやれたとしてもかなり他の武器と比べてサクサクって感じで取れるものが、この武器だと自分使ったとも、一戦やっただけでもう10試合やったのかっていうぐらいの疲労感出ちゃうぐらいなんで、この武器は本当に大変ですね。前に出る勇気と振る動作のかわかんないですけど、自分的には消耗激しい、あれと見てますね。これはもう見事ですね。ちゃんとよく潜伏して、見回りを見てから、決めるという。ここまではリードしてるので、文句はないんですけど、なぜか逆転されてるんで。立ち回りも悪くないですし、まあこれはちょっと無理に行こうとしたところになられましたね。お、ジャンプしてやれるのかなと思いましたけど、取れましたね。普通こういう試合ってのは大体勝ち試合ですけどね。やれるとこを大体取らせてくれる場合は勝ってるもんなんですけど、同じパターンを、まあ同じところをばかり詰められたんで、多分守って裏取ったって感じです。まあ、同じところばっかり攻めるって言うと、場合、守り手の方は、やっぱそこを守ろうとするので、まあ、取りやすいという感じで、取れたんじゃないかなと思います。カモンを呼んで、ちょっとよくわかんない行動したね。今のプレイが、負け試合になったんじゃないですかね。飛べばよかったと思いますね。今の。多分、決まったんじゃないですかね。まあ相手も相当強かったってことですね。あの1回のやられるのが、範囲だとしたら、やっぱ相手も相当強かったということじゃないんですかね。
どうやらやっぱり負け屋なんじゃないですかね。今の潜伏はちょっと誰も来てないのに守ってるのおかしいですし。今後も負け試合は、コーチングして動画に上げますので、できるだけ負け試合にならないようにしていただきたいので、どうかよろしくお願いします。次の試合は当たり判定で自分もボロボロ出たんですけど、コーチングしたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。